こんにちは、平畑フットボールクラブでございます。さあ、この時間は J2 の第29節、5連戦のラストかな、のゲームどんなになるかなということで、プレビューしてみたいなと思っております。それでは早速スタート。よいしょ。さあ、5連戦また5連戦のが続いておるわけですけども、これでラストということになります。土曜24日に2試合、そして25日に9試合ということになっておりますので、上から見ていきたいと思います。まずは、9位山形と8位ヴェルディ、これかなり順位も近い者同士、まあそうですね、勝ち点の差も1つということになっております。山形の方は4戦負けなし、ヴェルディの方も3戦負けなし、山形もヴェルディももちろんその攻撃のところが、かなり注目される両チームではありますが、やっぱり守備もすごくやっぱりいいの で、守備の良さっていうのはその別にガチガチに守っているとかじゃなくて、どちらもね、切り替えが本当に早い。だからその攻守が本当に一体になっている感じがしますから、これはなんか山形も攻撃力がありますし、ヴェルディも攻撃力があるということで、点の取り合いというよりもそのあたりのその切り替えのところのこの妙みたいなところがかなり面白いんじゃないかなと、結構こうスピード感あるゲームになるんじゃないかなと私はちょっと楽しみにしております。さあ、そして土曜もう一試合ですね、金沢と岡山のゲームですね。金沢の方はここ2連敗そして岡山の方は5戦負けなしというところなんですが、まあどちらもね、もうきっちり戦える両チームなので、自分たちの形っていうのもありますから、これはね、見てても本当にこう楽しいゲームというか、面白い見どころたっぷりある、ゲームになるんじゃないかなと、私は思っております。まあ順位も近い、これもまた近い者同士の、ゲームということになります。さあ、そして日曜日は9試合ですね。まずは17位大宮と3位長崎。さあ、長崎ですが、アウェー4連戦の4戦目ということになっております。このアウェー4連戦ですが、最初敗れて次引き分け、そして次勝利ということで、これだから1勝1分け1敗でこのアウェー4連戦来てますが、さあこのラスト、アウェー4連戦のラスト、これ勝つ負ける引き分ける結構大きいというか、これに勝てればというところですが、さあ大宮の方はこちら5戦勝利がないということになります。ちょっと怪我人の方も出てまして、メンバーの方もなかなか大変なのかなという、感じがいたしますが、その中でどういう戦い、まあホームですからね、大宮もね、長崎はここで勝ち切れるか、大宮がホームで意地を見せるかというところになってくると思います。さあ、そして6位甲府と14位町田。さあ、甲府ね、北九州に勝ちました、徳島に勝ちました。さあ、波に乗っていくかなというところで、前節群馬に敗れておりますというところで、ここ踏ん張りどころじゃないかなと思います。ただこの町田、ここ3試合無失点です。で、これやっぱりちょっと群馬と、まあ、近いところある程度やっぱりしっかりと守れるチームでありますから、甲府ホームでこの町田の守備を崩して勝ち切れるかという、ところになってくると思います。ただ町田もしっかりと守れて攻撃にも出れますから、甲府ここ踏ん張りどころかなという、感じがいたします。さあ、そして今節これが一番注目だと思いますね。2位、徳島と5位新潟のゲーム、これ後ほどちょっとゆっくり言ってみたいと思いますね。さあ、続きまして2位、福岡首位ですね。首位福岡はようやくホームに帰りまして、16位千葉との対戦ということになります。アウェー4連戦ありましたアビスパ福岡ですけども、まず14戦負けなし、まあ、12連勝ありましたけども、前節は町田との引き分けということになりましたが、前節やっぱ前選手が、まあ、途中から入ってくるわけですけども、前選手入ってからやっぱり変わりましたね。ちょっと前節は最初はちょっと調子出ないかなという感じがありましたが、前選手が入ってかなりやっぱ攻撃的なところが出ました。で、今節なんですが、ファンマデルガド選手が出場停止、2試合の出場停止の1試合目ということになります。これね、僕ね、福岡はね、もう最初から飛ばすんじゃないかなと僕思ってるんです。
これやっぱり久々のホームですし、サポーターというかスタジアムの雰囲気もかなりこう押せ押せな感じになると思いますんで、で千葉の方は3試合無失点になっておりますので、この千葉の守備をもう破れるかというところになってくると思います。で破れないとなると千葉の方もだん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 攻撃の時間も増えてくる可能性もありますので、これは立ち上がり効果どういう感じで入っていくのかというところ注目になってくるかなという感じがいたします。10位ジュビロ磐田と18位群馬、ジュビロの方は4試合、負けなし無失点ということになっておりますが、群馬もかなりこう本当にしっかりとした戦いができております。ここ5戦で言いますと3勝1分け1敗ということになりますので、結構こう、まあ、順位的にはジュビロの方が上ですし、ホームということは案に今なりますが、なかなかこう簡単にはいかないのかなという感じをしますし、逆に群馬としてはこのアウェーの磐田戦でもしっかりと、力を発揮したいゲームになるのかなという感じがいたします。さあそして、21位山口と、13位水戸のゲームですけども、これはねもう多分 0-0 はないと思います。結構攻撃的にどちらも出るんじゃないかなと思いますんで、面白いゲームになってくると思いますし、攻撃力はどっちもありますからね、そこをちょっと注目して見ていただけるといいかなという感じがいたします。4位、北九州は20位松本とのゲームで、さあ北九州ここ8戦勝利がないということになります。攻撃はできてます。ゲームを見てても、まあ、前節も加藤光健選手も帰ってきたという中で攻撃はできてますので、さあこれで勝ち切れるかというところになってくると思います。松本の方は、ここ4戦勝利がないということになりますが、まあ、佐藤和弘選手がアンカーにも入って、まあ、まあチーム的にはちょっと落ち着いてきてるなと、安定感もちょっとずつ出てきてるなというところになりますので、北九州がまあホームですからね、これ久々のまあ勝利というところを求めてくると思いますが、さあ松本もいい戦い見せてますから、どんなゲームになりますやらということになります。22位愛媛と11位栃木のゲーム、愛媛4連敗ということで、これはホームでなんとか、この連敗を食い止めたいということになってくると思いますが、もう栃木また襲いかかってくると思いますからね。で前節は4点取ってます。攻撃陣にもいい形が見えてきておりますので、さあ愛媛がこの栃木のプレスどれだけ、受け入れ我慢できるかということになってくると思いますが、さあどうなっていくでしょうか。そしてラストは、19位 FC 琉球と7位の京都ということになります。琉球は前節栃木に敗れてホーム、今度はホーム戦ということになります。京都は、前節北九州に勝利してということになりますが、まあ、京都の方は、ちょっとディフェンス陣に怪我に、まあ、上石選手も怪我、で前節交代しましたし、バイス選手も交代したというところで、ちょっとメンバー構成がどういう形になってくるかな、そしてまあ攻撃も前節同様ワントップツーシャドウのような形にするのか、これまで通りのツートップのような形にするのかというところもちょっと注目にはなってくるかなという感じがしましたし、琉球の方は前節4失点と、いうこともありましたので、そのあたり、まあ、もちろんアグレッシブな戦い、まあ、このそのポゼッションで攻撃的なところが琉球ですがというところですが、このあたりどこの辺でバランスを取ってくるのかというところも注目になってくると思います。さあそして今節一番の注目といえばこの、2位徳島ヴォルティス対、5位のアルビレックス新潟ということになります。前回対戦は、第20節ですね、9月の19日0対1、新潟ホームですけども、0対1で徳島が、試合終了、終盤ですね、終了間際の、まあ、フルスの対戦となった川田選手が決めて、0対1で、徳島が勝利するというゲームでした。これ、今、徳島が勝ち点が55、新潟が44、勝ち点の差11。これ新潟にとってこれ大事なゲームになりますね。勝てば勝ち点の差が2位との勝ち点の差が8になるわけですから、この残りの、3分の1に入っていくところですごくいい形になるとは思うんですが、これね僕ね面白いゲームになると思うんです。どちらもスペイン人監督で非常にこうポジショニングを大事にする、両監督というところですが、ポジショニングをこう大事にしながらも
こうちょっとまあ自由度というか、あ、そんなポジション取るのみたいな選手がその中に何人かいると。で、徳島の方で言うと左サイドバックのジエゴ選手ですね。これもいきなりもフォワードのところにポジショニングしてたりするわけですね。アディショナルタイムいただきます。だってこれ面白いんやもんね、これ徳島の左サイドジエゴ選手、これも攻撃的ですよ。で、新潟の右サイドの中島元彦選手も結構いろんなところに入ってきて、でここ最近点取れてますと。これどうなるんすか、これついていかないと。これディフェンスも大変ですから、ちょっと頼む、守ってくれってなりますし、ついていったらいったでこれまたスペースが空くという、このジエゴ選手と中島元彦選手とこのマッチアップするかどうかも分かんないんですよ。どっちもこうポジションをこう崩しながら入っていきますから。で、この両チームのすごいところが、結構そこはちょっと自由度あるんですけど、なのに組織的には崩れないっていうところがまた面白いところなんですね。だからこのいや、要は徳島の左サイド、新潟の右サイド、どういう形になるのか、こうなんかちょっとこう綺麗にマッチアップというよりも、なんかこう変形してるような形でどっちが崩していくのかっていうのは、これ面白いと思いますよ。で、ここで優位を取ればそのチームの方がどんどん優位になっていくのかなという感じがいたします。で、その中でやっぱボランチですよ、徳島の岩尾選手、小西選手 VS、新潟の福田選手、島田選手、ここですね。絶対岩尾選手と小西選手は真ん中トースパスを狙ってくるはずなんですよ。で、これが通れば通るほど、またこの徳島のサイドも行ってきますし、徳島ペースになってくるはずなんですよ。で、福田選手と島田選手はそこを通さないためにそこを締めてくると思うんですよ。で、そこをうまく締めれていれば、今度新潟ペースになっていくはずなんです。だからここのダブルボランチのそのボールの奪い合いとか、そういうところもすごく大事になってくると思うんですけど、この岩尾選手、小西選手が縦パスを中央で通していけてるか、もちろんサイドチェンジのパスとかもいいんですけど、中央を通していくか、そこを通さないように守れるかという、このタッグマッチ面白いですね。ここも注目だから、見るとこ結構多いですよ、このゲームは。で、あとはまあまあ、その前回対戦の時も僕多分言ってると思うんですけど、もう絶対徳島はうまくポゼッション後ろも使いながら、なんならゴールキーパーの上福本選手も使いながらビルドアップしていきます。新潟どれぐらいのとこからプレスいくかというのも、だからね、キックオフ、まあもし仮に徳島がキックオフ取ったとしたら、多分後ろに行ってまたこうどうするみたいな感じになると思う。あれ、僕あれすごい好きなんですけどね。さあ君たちどうするみたいな感じの、あのその時に新潟がどれぐらい行くのか、いや行きませんよっていう作戦もありですしね、前からガッと行く、だからとそのキックオフとかゴールキックの時に新潟がどれぐらい行くのかっていうのも注目したい。やばい、これ面白いこれ面白い。だから、あのもちろん点がバン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 入った方が面白いと思いますけど、仮に0対0とか0対1とか1対0とか、そういうスコアでも点がそんなに入バンバン入るようなゲームにならなくても、ゲーム自体は絶対面白いゲームになると思います。なので、今節、まあ、もちろんこの勝ち点順位というところでも注目ですけども、この徳島新潟、これぜひ、ご覧いただきたいと思います。5連戦のラストということで、多分選手ももう一踏ん張り頑張ると思いますんで、見る方は思いっきり楽しみたいと思います。ということで以上でございます。失礼します。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。